エンジンの吸入、排気を行うためのバルブの開閉時期を表す言葉である。ほとんどのエンジンでは、バルブタイミングは、クランクシャフトの角度及びピストンのシリンバー内での位置に関連付けられ、決定されている。そのため、ピストンの上視点及び下視点が開閉タイミングの一つの基準となる。この項目では4ストロークエンジンにおけるバルブタイミングのほか。 二ストロークエンジンにおけるポートタイミングも合わせて記述する。直進運動を回転運動に変換するレシプロエンジンでは混合技を取り込み圧縮し燃焼させ排気するという過程を繰り返す。この時燃焼室内と外界を隔てるための機構がバルブである。一般的な四ストロークエンジンとほとんどのユニフロー早期ディーゼルエンジンの排気バルブには ポペットバルブが用いられている。吸入時には吸入するためのバルブを開く圧縮。燃焼時には気密するため、すべてのバルブを閉じる排気時には排気するためのバルブを開く蒸気が、バルブの主な役目である。一般的な4ストロークエンジンの場合、クランクシャフトの1、2の回転数にて回転するカムシャフトが存在し、バルブはこのカムによって駆動される。吸入効率。 排気効率を高め、混合技の燃焼をスムーズに行わせるためには、バルブタイミングを回転数や負荷に応じて変える必要があり、これを実現したのが、可変バルブ機構である。この機構には、バルブタイミングを段階的に変えるもの、連続的に変えるもの、さらには、バルブのリフト量を段階的に変えるもの、連続的に変えるもの以上の複数を組み合わせたものなど、 様々なバリエーションが提案されている。4ストロークエンジンのバルブタイミング図はか排気バルブ回便青、吸気バルブ回ク黒、バルブオーバーラップをそれぞれ示している4ストロークエンジンは1回のサイクルをクランクシャフトが2回転する間に行う。そのため、バルブタイミング図は IO からスタートしてに回転するように読み取る必要があり、読み手にはやや複雑な解釈が求められる。 IO, 吸気バルブ開放。このタイミングから、シリンダー内に混合儀が吸入され始め、吸入工程がスタートする。上視点の少し手前から開くことで、排気バルブと同時に開いているオーバーラップの時間を作り出し、吸気効率を高める効果を発揮する。IC, 吸気バルブ閉鎖。このタイミングで、吸入工程が終了する。この IC を経て1回転目の上視点に、 到達するまでの区間は圧縮工程となる。下支点を過ぎた位置までバルブを開けているのは、吸気自体の慣性力を用いて、さらに充填効率を高めるためである。点火から、膨張工程へ、IC から1回転目の上支点に到達する。直前で点火プラグによる点火が行われ、次のエオまでの区間は、膨張工程となる。エオ、排気バルブ開放。 膨張工程の中途にある、このタイミングから、排気バルブが開き、排気工程がスタートする。実際には可視点の少し手前から開き始め、膨張の圧力を利用して排気ガスを強制的に排出させる効果を利用する。EC、排気バルブ閉鎖、このタイミングで排気バルブが閉じて、排気工程が終了する。実際には、上視点の少し後で閉じる上に、 吸気バルブの開放が排気上視点の少し手前から始まるため排気工程と吸気工程が同時に行われる区間が存在することになる。これが口術のオーバーラップである。詳しくはバルブオーバーラップを参照。シリンダーが排気工程から吸気工程に移行する際に排気バルブ閉鎖の前に吸気バルブ開放が始まることで吸排気バルブが 同時に開き混合技の流入と排気ガスの流出が同時に起きる区間が発生する。これがバルブオーバーラップと呼ばれるものである。排気ガスが排気ポートに排出される際の負圧の力を利用して混合技をシリンダー内に引っ張り込んで充填効率を増すためにこのような区間が設けられている。 一般的に排気ガスの力で下級機を回転させて強制的に混合儀をシリンダー内に押し込むエンジンでは下級圧で混合儀が排気ポートへ押し出されてしまわないようにバルブオーバーラップはやや短めになっている。逆に下級機の圧力を利用できない自然吸気エンジンでは排気パルスの力を最大限利用するためバルブオーバーラップは大きめに取られることが多い。 作用角、リフト量の大きいハイカムを使用することで、高回転でも、吸気量を確保することで高出力を得られる。しかし、作用角、リフト量が大きくなることで、結果的に、バルブオーバーラップ領域も拡大されるため、アイドリングや始動、発進が困難、軽負荷時の燃焼が不安定になるなどのデメリットも、発生する。排気デバイスを持たない2ストロークエンジンの、 ポートタイミングズ赤排気ポート開放青、吸気ポート開放黒早期ポート解放及び早期区間をそれぞれ示している2ストロークエンジンは、クランクシャフトが1回転する間に1回のサイクルが完了するため、ポートタイミングズも4ストロークのように2回転、追いかける必要はなく、単純に1回転で読み取ればよい。なお2ストロークエンジンでは、ピストンの上下によって、 シリンダー内壁に設けられた早期排気ポートが開閉される構造上ポートタイミング図では上視点と下視点を結んだ中心線に沿って開閉タイミングが必ず左右対称となって図示されることが特徴として挙げられるまた早期によってシリンダー内の排気ガスと混合技の入れ替えが行われる関係上4ストロークのバルブオーバーラップに相当する 早期区間が非常に大きいことも特徴である。排気デバイスが装備されたエンジンの場合は、排気ポートのポートタイミングが回転域に応じて変化する。また、一部のエンジンでは特殊な早期ポート形状により、早期ポートタイミングを左右非対称としたものやイソ、イセッタのように、早期ポートのみのシリンダーを有した短気筒ダブルピストンなども存在する。IO、吸気ポート開放。 このタイミングから、クランクケース内に混合技が吸入され始める。シリンダー内はこの時、上昇工程を経て点火が行われている。IC、吸気ポート閉鎖、このタイミングで、クランクケース内への混合技吸入が終了する。シリンダー内は、点火を経て、加工工程が始まっており、ピストンの加工に合わせて、クランクケース内の混合技の一時圧縮が行われる。 AO, 排気ポート開放、加工工程の中途にある、このタイミングから、排気ポートが開き、シリンダー内の排気がスタートする。実際には貸し点の手前から開き始め、膨張の圧力を利用して排気ガスを強制的に排出させる効果を利用する。SO, 早期ポート開放、排気ポートの開放から少し遅れて、早期ポートが開放され、早期区間が始まる。 早期ポートも貸し点の手前から開き始め、クランクケース一時圧縮の圧力を利用して、混合技をシリンダー内に押し込みつつ、排気ガスの追い出しも同時に行う。SC、早期ポート閉鎖、このタイミングで、早期ポートからの混合技吸入が停止する。貸し点の少し後に閉鎖され、ピストンはすでに上昇工程に転じているため、クランクケース側に、 若干の吹き戻しが発生する。この時クランクケースからキャブレター側に混合儀が逆流しないように吸気ポートにはリードバルブやロータリーディスクバルブが設けられることが一般的である。EC、排気ポート閉鎖。このタイミングで排気ポートが閉じてシリンダー内の排気が終了する。実際には貸し点の少し後で閉じるためシリンダー内の混合儀が 若干エキゾーストチャンバー内に流出してしまう。しかしこの時、先にエキゾーストチャンバーに排出された排気ガスが、チャンバー内部で、応力波となって排気ポートまで戻ってくるため、適切な排気ポートタイミングとチャンバー容量選択が行われたエンジンであれば、応力波によって流出した混合技は再び、シリンダー内に押し戻され、充填効率が増す。 これは、エンジンの回転数によって効果が変化するため、最大の充填効率が達成される、回転域を俗に、パワーバンドと呼び、この回転域に入ることを、パイプインするとも言う。トリンケ J、アーバン J、スパリベシモタリー、アルファブラティスラバ、1992。ありがとうございます。